皆さんこんばんは。原発事故から丸5年、そしてこの官邸前抗議もうすぐ始まって丸4年になります。私たちもそうですけども、皆さんもやりたくてやってるわけではないと思います。原発がある限りとにかく声を上げ続けるということでやってると思います。5年前の3月11日のことは私はよく覚えております。本当に何が起こっているのか分からなくて、この特に東京の皆さん、いきなり暗闇に放り込まれたような、そんな、心境だったのではないかと思います。しかしそんな中からもいろんな人たちが声を上げて、原発が再稼働、されにくくなるということが、続いてきております。今仙台の方は動いてますけども、高浜原発の方の、大津地裁の方で運転差し止めの仮処分が出て、高浜原発は今止まってます。ちょうどこの311、この日を目前にこれが起こったことは本当に、嬉しい限りであり、まだまだ長い戦いが続きますけども、一つ大きな希望になったのではないかというふうに、思っております。とにかく、3年前、3、4年前はこの官邸前に20万人もの人々が、駆けつけて、脱原発という大きなのろしを上げました。そして今も毎週、ここで、明かりをみんなで灯し続けています。これからもですね、もう多くは語りませんが、原発なくすまで、皆さんと一緒に私たちも、頑張って器作りをしてまいりますので、本当に政策転換されるまで頑張っていく。そして福島の皆さんのことを決して忘れない。今でも苦しんでいる方がたくさんおります。お家に帰れない方、避難中の方たくさんいらっしゃいます。あと原発の被爆労働の問題もあります。これに関連する問題は本当に数限りなくありますけども、私たちは自分たちができることとして、この首都、この国会前、官邸前でまた毎週原発がなくなるまで声を上げ続けるという、そういうふうな新しい決意で本日この抗議集会をしたいと思います。もう今日はたくさんのゲストスピーカーをお招きしてますので、多くの皆さんのお話を聞きながら誓いを新たに、とにかく今年も脱原発一進一退ですけども、一日も早く実現するように頑張ってまいりましょう。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは、スピーチの方をですね、お願いしていきたいと思います。最初に、お願いいたしますのは、いわき放射能市民測定室たらちねの事務局長である鈴木香織さんにお願いしたいと思います。鈴木さん、お願いします。皆さんこんばんは。福島にありますいわき放射能市民測定室たらちねの、そこで事務局長をしております鈴木香織です。よろしくお願いします。今日はトップバッターということで、福島県の現状を5分間お時間いただいておりますのでお話ししたいと思います。まず、今日は3月11日です。で、私たちの頭の中にある津波とか 地震のあの被害はもう5年経った今もまるで昨日のことのように非常に強く焼き付いています。そしてそれに加えて原発事故です。これは今も現在進行形です。いつどうなるか、どんなふうに恐ろしいことがまた起きるのかわからない、私たちの庭先に爆弾を抱えているような気持ちで今も毎日毎日過ごしています。で、やっぱり私たちはあの時、5年前のあの時にまだまだあどけない表情の幼い子どもたち、あどけない表情の幼かった子どもたちが今はもう少しずつ成長して、原発の作業員、作業を担う立場になっているという現実を見つめながら、私たちの放射能測定室たらちねは見つめながら活動を続けております。で、やっぱりそういうことは本当に嫌だというか辛いことなんですけれども、やはりその子どもたちに背負わせてしまった重い荷物を下ろすことができないという、そしてその取り返しのつかない犠牲の上に私たちの日々の暮らしが成り立っているという、非常に大人としての無力感を感じながら、自分たちが無力であるということを感じながら、
日々送っておりますが、それでもなおやはり今できることをやらなければならないという気持ちで、そういう気持ちで活動しております。で、今できること、私たちは測定室なので放射能の測定をします。また海洋汚染 の調査もしているので、原発の 1.5 キロ沖まで行って海水やお魚を取って、測定を定期的にしています。それとそれから今年度ですね、来年度2016年度には子どもたちの健康を支えるために健診センターの開設も行おうということで今資金集めをしております。で、そういった中で、こんなにたくさん、なんかすごく向こうの方まで人がどんどん集まってきてくださっていますけれども、本当にこう皆さんの応援がとても私たちを支えるというか、やっぱり何が言いたいかっていうと、福島の原発1基が事故を起こしただけでまだ何も変わらないんですよ。そしてもう子どもたちにどん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 荷物を背負わせてしまっていて、でなんかそのなんていうかこうそこから脱することができないんですね。で福島の原発1基だけでもそんなありさまでございます。ですのでやはり他の原発はやっぱり止めていただきたいな、またそこで何かが起きたらこの連鎖がまた繰り返されるのかと思うと、本当にそれは止めなければならないことだというふうに思います。なんかまとまらなくて申し訳ない。そういうことです。結局線量もまだ落ち着きませんし、双葉郡はもちろんなんですが、福島郡山伊達二本松本宮あたりの高線量地域では普通通りに子どもたちが生活をしています。でそうせざるを得ない。やはり国がなんていうかこうそこには住んではいけないよということはもちろんそういう政策取っていただいておりませんので、それが現実となっています。これからもどうか皆さん本当に今日もうねすごい回数この集会やっていてすごいなと思うんですけれども、どうぞ皆さん引き続き私たちと共に歩みを止めずに一緒に、歩き続けていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。鈴木香織さんでした。失礼しました。それでは、精神科医の加山理香さん、お願いします。皆さんこんばんは、加山です。ここに持ってきたのは、これ2010年の8月に出た東京電力から送られてきたんですけど、原子力発電の現状っていうですね、2010年の8月に出た、冊子です。でこの中にはもちろんこれ福島の事故が起きる前に出たものなんですけれども、日本の原発には、多重にいろんな安全対策が行われているということがですね繰り返しこの中には書かれています。それからチェルノブイリと日本の原発の比較というのも、たくさんのページを割かれて書かれていて、チェルノブイリでは水素爆発が起きたけれども日本の原発ではいろいろな対策が講じられているのでそれを回避できるようになっているというようなことも書かれています。でもそれは2011年の3月に全くの嘘だということが分かったわけなんですけれども、私精神科医としてはこの中にとても気になる記述があります。それはチェルノブイリの事故の報告の中で、いろいろな癌ですとかいろいろな疾病の、確率は非常に低いということが書かれており、むしろそういった実際の放射線の被害よりも多くはストレスや不安による心の影響なのだということが書かれています。つまり原発事故が起きても、その被害の多くは、心の被害というのは、この中では、ある意味気の持ちようだというようなそんな記述がなされています。しかし気の持ちようであれば、あるいはそれは見なかったことになかったことにすれば何の被害もないかというとそれは全く違いますよね。私精神科医ですけども5年前の事故の直後から東京の病院にもこの原発事故の恐怖からパニックに陥ったり、あるいは
それによる急性ストレス反応という不眠ですとか興奮状態に陥った患者さんがたくさんやってきました。それは直後の反応です。そして未だにこの原発事故のことが元になって家族の間で亀裂が生じたり知人とうまくいかなくなったというような被害がこの東京でも出続けています。でまた私この5年間ずっと、被災地ので働く自治体職員のいわゆる公務員の人たちの心の支援というのをしてきてるんですけれども、つい昨年まとめられた調査でも避難区域の自治体職員の 15% がもうすでにうつ病の状態になってそれでも働き続けなければいけないというようなことが起きています。これは気の持ちようとか、あるいは、可視化するからこういった被害があるように見えるといったものではなくて実体的な被害です。で放射線も今でも出続けているのと同じようにこういった心の被害というのも広がり続けています。福島の住民の方、避難している方、また、県を離れて遠くにいらっしゃる方、皆さん今心の状況も大変な、事態になっています。このように原発事故が一度起きると実際の被害だけではなくてその人の一生をめちゃくちゃにしてしまうようないろいろな影響が出ていることを私たちは見なかったことでは済ますことはできないと思います。今後とも一緒にいろいろな立場からこの原発廃炉に向けて、あるいは全国の原発の再稼働を止めるというような動きをいろんな立場からいろいろな専門的な立場から一緒に声を上げ続けていきたいと思いますし、またこの官邸前での講義、これもいろいろな方たちにこれからも参加してもらってこの原発の事故の恐ろしさ、またこの再稼働の愚かさということを一緒に声を上げていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。加山里香さんでした。今日はですね、たくさんの方がスピーチに駆けつけてきてくれますので、この後もどんどん、登場します。ここでですね、今からですね、震災、そして原発事故の、犠牲になられた方々のに、哀悼の意を表して黙祷を捧げたいと思います。皆さんよろしいでしょうか。それでは黙祷。それではですね、ここからですね、政治家の方々に登場していただきます。ちなみに到着順で、呼んでまいりますので、ね、ですね、はい、では、最初に、来ていただいたのは、吉田忠智さん、よろしくお願いします。どうも皆さんこんばんは。社会民主党党首の吉田忠智です。未曾有の大震災、そしてあってはならない原発事故から今日で5年になります。改めて亡くなられた方々、関連死も含めて亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、ご遺族の皆様、そして今なお困難な生活をされておられる皆様に改めてお見舞いを申し上げます。全体で17万以上の方々が、そしてこの原発事故によって10万人もの方々が避難生活をされておられます。これだけ多くの方が避難生活をされておられるわけですから、復興は道半ばなどと言えない。私も国会に身を置く者として本当に申し訳なく思っております。人間の復興、心の復興に向けて、そして先ほど
福島の鈴木さん、加山さんからもお話がございましたけれども、チェルノブイリ法を参考にして原発事故子ども被災者支援法、私も発議者の一人として衆参全会一致で成立した法律に寄り添った施策が全くできていません。原発事故被害者対策、放射能汚染対策、極めて不十分であります。この施策の充実強化、しっかり取り組んでいく、その決意をまず申し上げたいと思います。そしてあの事故が起こって5年経ちましたけれども、改めて一度原発事故が起こって放射能に汚染されたら、ふるさとを元通りにするのがどれだけ大変なことか身に染みて分かりました。そして人間の力では原発核は制御できない、そのことも明らかになったんじゃありませんか皆さん。そして原発がなくても電力を賄うことができる、そのことも明らかになりました。そして何より原発ほど高いものはない、原発を進める一寸の道理もありません。先日高浜3号4号の差し止め仮処分の決定がなされました。私たちに勇気と元気を与えていただきました。私は司法の流れが変わりつつあると思っています。これから脱原発、原発のない社会の実現に向けて、私は三位一体の戦いが必要だと思っております。一つは裁判闘争、全国で差し止め訴訟、原発に関わる裁判闘争頑張っていただいています。そうした皆さんとしっかり連携を図っていくこと、それから二つ目、こういう形で集会やデモ、あるいは請願署名もそうでありましょう、国民世論に訴える大衆行動、これをしっかりまた強化をしていかなければならない。そして三つ目が国会の活動、国会において脱原発を、あるいは原発ゼロ政策を掲げる政党がしっかり安倍政権の原発前のめりの姿勢を追求していかなければならない。そして脱原発に向けた仕組み作りをしっかり作っていく、再生可能エネルギーの促進もそうでしょう、原発立地自治体の雇用や経済や財政をどうしていくのか、そういうこともしっかり取り組んでいかなければなりません。そして脱原発基本法案、衆議院参議院で社民党も発議者の一つになって提出しましたが、国家が脱原発の意思を示す脱原発基本法案も提出したいと思います。この三位一体の立法府の戦いは、国会において脱原発を、原発ゼロを掲げる賛同する議員をいかに増やすか、そのことが大事じゃありませんか皆さん。衆議院参議院の同日選挙も取り沙汰をされておりますけれども、特に7月参議院選挙は確実に行われます。今日は市委員長をはじめ野党5党の皆さんお見えでありますけれども、この野党5党の党首会談で衆議院参議院しっかり選挙協力を行って候補者を一人に絞り込む、そのことも確認をいたしました。難しいです。32選挙区参議院ありますけれども、32通りの難しさがある、衆議院も難しい、しかしこれを克服して野党ごと選挙協力をして、そして脱原発に向けた足がかりを作る、憲法を守らない、国民の命や暮らしを守らない、原発に前のめりになる安倍政権打倒の戦いを皆さん方と一緒に進めていく、その決意を申し上げまして連帯のご挨拶にさせていただきます。共に頑張りましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。吉田忠智さんでした。では次に登場したのは、到着していただいたのは渡辺浩一郎さんです。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。
ただいまご紹介いただきました生活の党と山本太郎と仲間たちの元衆議院議員の渡辺浩一郎でございます。今日は私が党代表いたしまして皆様方にご挨拶を申し上げたいと思います。まずは先般の震災で亡くなられた方たちのご冥福をお祈りするとともに、被災を受けられた方々のこのお見舞いを心から申し上げたいと思います。さて、震災が震災が起きましてから5年が経ちました。しかしその間にこの間にですね、復興は遅々として進まず、その収束の見通しもまだ立っておりませんし、また言われておりますけれども放射線汚水もまだまだ海に流れてきております。そしてまた何よりも復興のための人たちの救済をきちっとまだしてない、こういうことも大きな問題になってきております。にもかかわらず安倍内閣では人々の安心を優先するのではなくて、自分たちの利益や権益を優先していく、そういうことをに救急としております。再稼働に何とか持ち込もうとしているのが今の安倍内閣であります。したがって私どもはこうした安倍内閣をどうしても倒さなきゃいけない、そしてそのためにはまず原発をなくしていくために、この安倍内閣をどうしても倒さなきゃいけない、そういう皆さんと同じ思いを持ってきているわけであります。幸いにして日本には高いこの技術力があります。まあ、聞いたところによりますと、最高率の原発石炭石油ガス発電というものもあるように聞いておりますけれども、そういったことを駆使してですね、私どもはこの原発をなくして新しいエネルギー政策に転換していかなきゃいけない、そういうことを当然私どもやっていかなきゃいけないわけですけれども、そのためにはですね、安倍内閣はどうしても倒さなきゃいけない、こういう思いを持っております。その安倍内閣を倒すためには、今も吉田党首からの話が出ましたように、今年の7月の参議院選挙、同日選挙と言われておりますけれども、この時にどうしても野党共闘候補者を一人に絞っていく、こういうことをやらなければいけないというふうに私どもは思っております。私どもも思っているわけであります。そしてこの野党共闘が実現したら、その次にすべきことは、どうぞ皆さんご協力していただきたいんですけれども、投票率を上げるということをぜひお力いただきたい。この私どもが安倍内閣を殲滅していく、もうこの世にいないぐらいの殲滅をしていくためにはですね、どうしてもそうですよ、本当に殲滅とか何の意味もないんですから、そのためにはですね、どうしてもその野党共闘をしていくことと、そして皆様方のお力をいただいて投票率を上げていく、このことをぜひお力をいただくことを最後にお願い申し上げまして、簡単でありますけど私どもからのご挨拶に返させていただきます。どうぞともども頑張っていきましょう。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。渡辺浩一郎さんでした。それでは続きまして志位和夫さん、よろしくお願いします。皆さんこんばんは。共産党の志位和夫です。まずは大震災と原発事故からの5年目の節目の日にあたって、犠牲になられた方々への深い哀悼の気持ちとともに、全ての被災者の皆さんへの心からのお見舞いを申し上げたいと思います。私、今月の6日に福島県の二本松市で行われた福島復興と原発ゼロを目指すシンポジウムに出席する機会がございましたが、その場でですね、楢葉町で障害者の施設長をやってらっしゃる女性の話を伺って、胸が潰れる思いでありました。まあ、こういうお話でした。海もあり山あり川ありの自然豊かな楢葉町、原発事故は全ての日常生活を断ち切り、思い出もつながりも全てを奪い去った。それなのに
今の政府と東電は福島第二原発の廃炉も言わず再稼働をやろうとしている。許すわけにいきません。楢葉町の現実を見てほしい。必死になって生きている私たちを忘れないでほしい。こういう訴えでありました。皆さん、再稼働の推進のために賠償を途中で打ち切る、もう原発事故は終わったかのような姿勢を取っている安倍政権、許すわけにまいりません。被災者の皆さんの最後の一人まで生活となりわいが、復興が叶うまで国と東京電力は等しく支援を行い、このことを強く求めていこうではありませんか。2012年の3月に始まったこの官邸前、国会前の抗議行動、今日で187回と伺いました。私も節々で参加をしてまいりましたが、雨の日も風の日も粘り強く戦いを続けてこられた首都圏反原発連合の皆さんに、私は心からの敬意を申し上げたいと思います。で、この戦いはですね、全国に広がり、そして国民の世論を大きく変えてきたと思うんですよ。どんな世論調査やってもですね、原発再稼働に反対という方が5割から6割、原発安全神話は国民の中では完全に崩壊したのではないでしょうか。それから皆さん、2013年から15年にかけて2年近く稼働原発ゼロになりました。戦いの力でゼロを勝ち取ったんじゃないでしょうか。そしてこの体験を通じて、日本社会には原発はなくてもやっていける、このことがすっかり明らかになったのではないでしょうか。そして9日のあの大津地裁の決定であります、高浜原発運転差し止め、画期的な決定であります。そしてあの決定文を読みますとね、福島原発事故の原因究明ができてないもとでは、原子力規制委員会の規制基準に適合したとしても安全と言えないと書いてありますね。皆さん、そうなりますとね、ことは高浜原発だけじゃない、全国すべての原発に当てはまるじゃないですか。あの決定を安倍政権は重く受け止めて、全国すべての原発直ちに再稼働を断念しろ、言ってこいじゃありませんか。皆さん、4年間続いたこの官邸前の行動、いろんな形で豊かに広がりました。そして去年ですね、から今年にかけて戦争法案、安保法制に反対する空前の戦いが起こってます。この中から出てきた声が、野党は共闘、この声です。この声に背中を押されて、2月19日5つの野党の党首会談が行われまして、安保法制廃止を共通の目標にして国政選挙での選挙協力をやることが合意になりました。皆さん、野党共闘を何としても成功させ、選挙に勝ち、安倍政権を打倒しようじゃありませんか。みんなで力を合わせ、再稼働を許さず、原発ゼロの日本、作ろうじゃありませんか。ご一緒に頑張り抜く決意を申し上げて、私のスピーチとさせていただきます。ありがとうございました。頑張りましょう。はい、ありがとうございました。椎和夫さん、そして笠井明さん、藤野康さんもありがとうございました。これね、ステージ高いんで、ね、ちょっと気をつけてください。はい、それではですね、議員の方は到着順に、スピーチお願いしております。次に、来ていただいたのは福山哲郎さんです。福山さん、よろしくお願いします。皆さん、こんばんは。本当に寒い中、たくさんの皆さんお集まりいただいたことを心から敬意を申し上げます。参議院議員をしております福山哲郎でございます。今日は3月11日、5年前ですので、今日あまり
なんか元気に威勢よくという気持ちではありません。5年前のこの時間は私は電源車の手配を一生懸命あの官邸でやっていました。もうすぐ来られるであろう菅さんと枝野さんと、今の時間ではまだ原発の状況がどういう状況か全くわからない中での作業が始まったとこです。これから夜中に向かって弁当の話、そして電源がつながらなかった話、そして朝一番いろんなご批判をいただきましたが、菅さんが現場を見に行く、そして水素爆発、ずっとこれから続きました。福島では未だにたくさんの方が避難をされ、そして 1F では毎日7000人の作業をされる方が線量の高い中汚染水、そして廃炉も含めた作業をされています。大変な5年間でした。その間我々の時に作った固定価格買取制度で太陽光をはじめ多くの設備認定がされました。皆さんご案内と思いますが、この5年間で固定価格が始まって4年弱で原発約18基分の再生可能エネルギーの設備認定がされました。すごい可能性ですよね皆さん。つまり日本には十分に国民の力、そして願いも含めて代替エネルギーの可能性がある。それが証明できたこの5年だったのではないでしょうか皆さん。これから系統を強化して、そしてなんとか原発を稼働させなくてもいい社会を作っていく、そしてとにかく国民の願いである脱原発を実現をしていく、それが今残念ながら安倍政権でブレーキがかかろうとしています。どうか国民の皆さんの声をもっともっと、これまで頑張っていただいたことは重々理解をしていますが、広げていただきたいと思います。私はあの 3.11 に5年前に原発事故に向き合い、福島に何度も行き、全村避難を飯舘や川俣でお願いに上がったものとして、やっぱり原発はない社会がいい、そういうことを私は伝えていくことが、あの時に居合わせた政治家の一つの務めだと思っています。威勢のいいことはなかなか言えません。現実は厳しい。今議席も数が少ない。でもやっぱり原発をなくそうという声を、そしてそういった議員を増やすことによって実現に向けて、私は諦めることなく頑張っていきたいと思います。今日多くの皆さんが 3.11 このようにたくさんお集まりをいただいたこと、そして福島全国で避難されているご苦労いただいている皆さんに心からお詫びと、そしてこれからも頑張ることをお約束して私のご挨拶にさせていただきたいと思います。本当に今日はお疲れ様でございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。福山哲郎さんでした。それでは、また到着順に議員の方登場いただきたいと思います、ね、お忙しい中来ていただきました。まあ、近所ですけどね。はい、ということで、最後に登場いただくのは、葛飾敦広さんです。よろしくお願いします。お集まりの皆さん、こんばんは。維新の党の衆議院議員の葛飾敦広です。まず今日は3月11日でございますので、あの東日本大震災で犠牲になられた多くの皆様に心からご冥福をお祈りいたします。そして未だに被災生活を送っている方々に、政治の力で何としても一日でも早く
ちゃんとした生活に戻れるように努力をすることをまずは決意を申し上げさせていただきます。さて皆さん、5年前まさに人災ですよ。この原発の事故は福島第一原発、津波が来るということは想定をされていた。なのにその対策を怠っていた。明らかなる人災である。そうですよね皆さん。あれだけの事故を起こしておきながらまだ原発を動かそうとしている、私には到底理解できません。そして今朝も NHK のニュースを見ていてアナウンサーがこう言うんですよ。世界最大規模の最大級の事故だと。違いますよ、世界最大の原発事故ですよ。この福島第一原発と同じレベルの事故はチェルノブイリ原発の事故以外にありますか。スリーマイルよりもはるかに甚大な事故、いやチェルノブイリよりも大きな被害ですよ。なぜなら5年経っても未だにどうやったら溶け出た燃料を取り出すかも誰もわからないんですよ。そうだ、廃炉だと言ってますけど一体いつ完成するのか廃炉ができるのか誰もわからないんですよ。そんな状況にあるにもかかわらず仙台原発を動かし、そして高浜原発を動かす、もうこれはまさに尋常ではないと言わなければならないと思います。しかし一つ希望がありました。高浜原発の裁判です。裁判で仮処分が出ました。でも当たり前ですよね、動かした途端に動かなくなる。一体何を審査したんですか。今の世界で一番の世界最高水準の安全な新基準、皆さん信じられますか。全くデタラメだということが今回の高浜原発の一件で明らかになっちゃったじゃないですか。このような状態でまだ動かすんですか。伊香田原発動かせるんですか。動かせると思う人一人もいないですよね。私はもう原発はやめるということを政治が決断をしなければならないと確信をしております。しかし残念ながらあの私のちょうど、ね、目の前のあたりにいる方々はそのことが理解できていない。日本では原発を動かす、世界中には原発を売り込む、もうこんなおかしな政治はやめにしようではありませんか。安保法制も同様ですが、この原発の問題も含めて野党が共闘をして参議院選挙、そして同日になるかもしれない衆議院選挙で安倍政権を倒していくことがこの国の将来を明るくする唯一の道であると私は確信をしております。どうぞ皆さん、ここに集まった皆様は特に原発をやめたいという思いでいらっしゃっていると思います。原発を止めるために我々野党にお力をお貸しいただき共に戦っていただきますようお願いを申し上げまして、私からのご訴えとさせていただきます。共に頑張ってまいりましょう。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。初鹿議員でした。以上がですね、政治家の皆さんのスピーチでした。今日、議員の皆さん、登場していただいた議員の皆さん全員ですね、野党共闘について力強いアピールをいただきました。本当にね、安倍政権が全く市民の言うことを、聞かない今の政治、野党の皆さんぜひ共闘して、与党を倒してください。お願いします。それでは
ここでですね、コールを入れたいと思いますので、はい、じゃあ、半減年の服部さんお願いします。はい、すいません、服部と申します。よろしくお願いします。今日ちょっとね、飛び入りで本当はスピーチないんですけども、一人だけスイスから来てくださったミリコさんです。飛び入りなんですけど、5年間で、1000回も、反原発の活動をされていて、昨日、ごめんなさい、版画でこれ5年間連帯しましょうというのを作ってくれたそうです。ありがとうございます。で、これがスイスの反原発 の、 ロゴマークで、再生可能いいねって書いてありますね。はい、じゃあ一言だけ、ワンワードプリーズ。はい、連帯しましょう。どうぞよろしくお願いします。 Thank you, thank you very much。 これ掲げておきますので、はい、ありがとうございます。 Thank you very much。 じゃあ元気よくコールいきましょう。5年経ちました。痛みを決して私たちは忘れません。だから今日ここに集まってるんです。そして市民運動結果出せないって言われ続けてきましたけど、そろそろ政治で結果出しましょうよ。野党共闘まで持ってきたじゃないですか。この夏必ず結果を出しましょう。よろしくお願いします。再稼働反対、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 原発止めろ、みんなで止めろ、野党は共闘、原発止めろ、野党は共闘、原発止めろ、野党は共闘、原発止めろ、福島守れ、未来を守れ、子供を守れ、命を守れ、だから原発反対、原発反対、原発反対、再稼働をやめろ、安倍もやめろ、首相をやめろ、安倍はやめろ、原発やめろ、安倍はやめろ、原発やめろ、首相もやめろ、原発やめろ、野党は共闘、原発止めろ、野党は共闘、再稼働止めろ、原発やめろ、原発やめろ、高浜原発再稼働反対、再稼働反対、伊方原発再稼働やめろ、伊方原発今すぐ止めろ、高浜原発再稼働反対、仙台原発今すぐ止めろ、仙台原発今すぐ止めろ、だから再稼働反対、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 原発やめろ、安倍もやめろ、野党は共闘、原発止めろ、政治を変えよう、みんなで変えよう、今そそ変えよう、再稼働
やめろ、雨はやめろ、今すぐやめろ、今すぐやめろ、原発やめろ、原発やめろ、だから再稼働反対、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 この夏必ず結果を出しましょう。よろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。力強いコール、皆さんありがとうございました。はい、それではスピーチの方また続けていきたいと思います。まずは、社会学者の上野千鶴子さん、お願いします。5年前のあの日も寒い日でした。今日も寒いですね。私、ババシャツ着て、スパッツ履いて、ダウン着て、北海道身につけて万全の体制で参りました。皆さんの寒さ対策は万全ですか？ でもコールすると温まりましたね。 あの 3.11 の後、私たち日本変わらなくっちゃって思いました。 3.11 の前と後で日本が同じであっていいはずがないとあれほど強く思ったのに、でも前のまんまです。でも 3.11 は少なくとも私を変えました。私が40年ぶりにデモに出てきたのはその後です。でその後同じように何十年ぶりかにデモに出てきたおじさんやおばさんたちがいっぱい国会前に集まりました。2015年夏のあの国会前はそれに先立つ4年間首都圏反原発連合の皆さん方が毎週毎週この道を準備していてくださったからこその賜物です。そうだ、今再稼働をめぐって司法は3対3で割れています。司法の方がより民意に近い、司法は本来保守的なものです。ところが今政治があまりに右寄り、金儲け寄り、人種差別寄りになっているために、それを必死で引き止めてくれているのが司法だっていうふうに思います。で、私は海外メディアに安倍首相のことをこんなふうに説明していました。日本のルペンだ。最近私は安倍首相は日本のトランプだと言った方が良いと思います。本当です。もしアメリカでトランプが大統領になったらアメリカは世も末です。日本はとっくに世も末になってますけど、で私は18歳選挙権に希望を持っています。若者たちと話をすると、シーズの若者は、俺18歳の時に原発事故を経験したんですよ、それからティーンズソウルの女の子が、私が震災経験したのは小6の時でした、ここから話が始まるんです。あの時私はつくづく思うんですが、あの当時大学生だった人たちよりも中学生高校生だった人たちの方がはるかにテレビ視聴率が高く、かつ宅配の新聞購読率が高い。なぜならば大学生はテレビを見ていないし新聞も取っていないからです。であの中学生高校生たちは10代の多感な時期にこの世の終わりのようなあの景色を目の当たりにし、そしてメディアが信頼できないことを思い知り、政治に絶望しました。でもその後も生きていかなければならないと彼らは感じた。その18歳選挙権の若者たちが政治を変えてくれると私は期待しています。彼らは共産党を変えました。で彼らは今民主と維新を変えようとしています。中身も変わるらしいけどね。でこの野党が自民と公明を変えてください。私たちは今歴史の岐路に立っています。で去年の夏も決戦と言われましたけれども、今年の夏もう一度私たち自身が問われます。もしさっき、投票率を上げようというふうに声がかかりましたけれども、
政治学者はこう予測しています。ネタコが起きて投票率が 20% 上がれば日本の政治は変わる。それは私たち一人一人の立場、態度が問われてるんだ。そのことを周りの人に皆さん方がぜひ伝えていってほしい。その決意の場で今日は会ってほしいと思います。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。上野千鶴子さんでした。それでは次に登場いただくのは、フォーラム4提唱者の古賀茂明さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。ですね、喋りたいこといっぱいあるんですけど、なんかね、ちょっと悲しいんですよね、僕。なんでかっていうと、いや、この間高浜ね、あのいい判決出してもらったし、まあこれだけの人が集まってるし、元気が出てくるはずなんですけど、でもやっぱりこのね、5年間かけて日本がどこまで変わったのかって考えるとね、変わったな、確かに変わったんだけど、ちょっと方向が違う方向に変わってますよね。あれだけの経験をしたのに、まだ原発がね動いてる、まあ止まりましたけどね、でも動かそう、あ、でも仙台は動いてるからね。でこれからまた動きますよ多分。でなんでそんなことになっちゃってんだろうって、僕はあの3月11日経済産業省の中にいました。まだ官僚やってましたから、そのちょっと前に民主党が公務員改革もうものすごい逆行させるような、まあ天下りをね事実上また復活させるようなことをやったんで、予算委員会に出席してですね、思いっきり批判したんですよ。そしたらあの仙石さんに恫喝されて、その後仕事が1年9ヶ月なくなりました。でずっとあの個室に幽閉されてたんですけど、そこであの地震にあったんですよ。で事故が起きました。でメルトダウンになりました。でメルトダウン、まあ溶融って言ったね、炉心溶融って言ったの中村君、中村審議官、僕すごくよく知ってるんですけど、彼はなんで更迭されたのかも分かんなかったですよ最初話聞いたら。いや何が悪かったんだろうと思ったそうですよ。だって当たり前のこと言ったんだって。そしたらなんかこれは問題だって言われて、いや俺どっかでなんかニヤニヤしちゃったかなとかそういうふうに思ったそうです。そしたら後で聞いたら、溶融って言ったのがいけなかったって、おかしいなと思いながら彼は更迭されました。そして東電をとにかくね潰さない、そればっかり経産省一生懸命なり始めたんです。だから僕すごくおかしいと思って、いやおかしいでしょと、東電潰した方がいいですよって。でそれを機に発送電分離と電力システム改革、関東は一気にできますよっていう提言を書いて、そしてあの国家戦略担当大臣の現場さんのところとかですね、経産大臣のところとかいろんなところに送ったんですよ。それでそれを発表しますというふうに言ったら、職務命令だと言って官房長に止められました。それは3月の終わりですね。で、まあ、日本中枢の崩壊という本を出してですね、そこにいろんな提言を書いたんですけど、まあ、それが命取りになって最後枝野さんにクビになされたんです。私は枝野さんですよ、よく覚えておいてくださいね。それからね、大井原発一回再稼働したじゃないですか。で橋本さんを僕手伝いに行ってですね、橋本さん最初絶対原発止めてやるって言ってたんですよ。で最後寝返られてね、裏切られて、それで動いちゃったんですよ。でその時動かした、で橋本さんのところにね何回も来てね、頼むから動かしてくれって言った人が細野さんなんですね。細野さんですよ。だから民主党は基本的に原発推進ですよ。で自民党も推進ですよ。だから僕すごく悲しいんですよ。なんかね、野党連合、市民連合、みんな一緒になりましょう、民主と維新も一緒になるって言うんですよ。だけど一緒になってね、今作ってる政策はですね、2030年代原発ゼロですよ。2030年代
2039年12月31日まで動かすんですよ。そんなんでいいですか？ダメですよね。だから僕はね、そんなことをやってるって何なんだろうと思うので、さっき上野さんもねおっしゃいました、市民が変えなくちゃいけないですよね。ただ集まればいいってもんじゃないでしょ。それこそ野望って言われちゃうんですよ。じゃあ民主党何が変わったんだ。名前です。冗談じゃない。名前なんか変えなくていいよ。民主党のままでいい、維新の党のままでいいから、原発即ゼロって言ってくれと。そうでしょ。それをみんなでね、みんなで変えるのが次の選挙ですよ。それやらないんだったらもうお前ら応援しないぞ。変えていきましょうよ。ありがとうございました。ありがとうございました。小賀重明さんでした。次に、来ていただいているのは中野光一さん、よろしくお願いします。皆さんこんばんは。寒い中大勢の方お集まりになって、皆さん5年前のこといろんな思いがよぎるんじゃないでしょうか。ここのところずっと安保法制に対して反対してきたわけですが、原発再稼働反対する運動から多くの我々が出発したんだと思います。そして安保法制に反対するということと原発脱原発それを求めることはやはりつながってるんだと思うんです。それは何か、それは私たちは安倍さんと違って学ぶことができる、そして責任を感じることができる、それが大きな違いだと思うんです。私たちの日本、私たちの社会というのは私たちが突然手にしたものではなく、その前に多くの方たちが5年前亡くなった方たちも含めてずっと育んで私たちに手渡してくれたものです。そして私たちはまた将来の世代にこの社会を、この国を手渡していく、そういう責任があるんだと思います。そうするとこんな狭い国土で地震があり津波があり、そんな国でこんな不完全な技術でどうにもできる目処が立たない核廃棄物を作りまくり、そして今でも福島では戻れない人たちがたくさん苦しんで屈辱的な思いを感じながら暮らしている、それをほっといて再稼働なんてありえない。また立憲主義、安保法制でこんな無茶なことをしてはいけない、それは当たり前ですよね。憲法というのは私たちだけのものではない、今の私たちだけのものではない、過去から未来の国民、それが付託されているものなわけです。そういったことが分からず、今さえ良ければいい、今さえお金儲けができればいい、全く何の再生可能性も持続可能性も考えていない。私いつも思うんです、安倍さん見てると、この人はきっと東京オリンピックまで総理大臣をやって、その時に日本が最高頂点に達して打ち上げ花火のように綺麗にパーンとこう終わってしまう、自分と共にですね、そんなイメージでやってるんじゃないかと、そのためには何でもやるんじゃないかと、そんな恐ろしい思いがします。これから選挙に向かっていく中で、私たちはポンコツの野党をリサイクルしてですね、本当にリサイクルだと思うんです。何の幻想も楽観もしていません。ところが、まあ、あんな連中でも使い回してですね、私たちの言うことを聞かせて、一人でも多く議会に届けて、勘違いしないように監視し続けて、これから少しずつですね、責任のある社会を取り戻して、私たちの子供や孫にきちんとこの国を手渡していけるようにやっていかなければいけません。それが今日のこの日、5年前のあの大惨事、そしてその後すぐ続いていた人災、そして未だに続く多くの人々の苦しみ、それを受け止める私たちの責任だと思うんです。幸いなことに
私たちがこうしているうちに多くの若者が声を上げてくれるようになった。これはまさに希望だと思うんです。そうしてですね、官邸にいる人たちよりもはるかに責任感のある若者たちが私たちを引っ張っていく形で、どうやったら持続可能で再生可能で未来が描けるようなエネルギー政策、経済政策、労働政策、そういったものがあり得るのか、これから参議院選選挙になると言われています。状況は厳しいですが、やはり未来を築いていくのは私たちだと、そこを見失わずにですね、変な妥協はせずにきちんと筋を通して、最後の最後まで私たちは政党がどうなろうと続けていかなくてはいけない、その思いでやっていきたいと思います。最後に一言だけ、本当に金曜の官邸前行動を守って続けてきてくださった皆さんに本当にお礼を申し上げたいです。一番最近の話題もですね、保育園落ちたのは私だ、もう日本の社会の中でここに来て抗議を上げる、声を上げる、そういうことをしていいんだと、そうすれば政治は動くんだと、少しずつでもですね、より良い社会にするための回路を作ってくださった、本当にありがとうございます。そしてこれからも頑張りましょう。ありがとうございました。中野浩一さんでした。それではここで判決人からのお知らせです。寒い中皆さんお疲れ様です。だいぶ多くの方がお集まりいただいているようでですね、そちら、通路がだいぶ狭くなっているようなので、ちょっとですね、人が動けるように開けていただければと思います。よろしくお願いいたします。このステージの近くですね、だいぶ混んでますので、少し、詰めたり下がったりしていただければと思います。まだ空いているところあればちょっとお詰め合わせください。今からですね、カンパお願いしますの袋を持ったスタッフが皆さんのお近くを、お近くをといってもちょっと混んでて、ちょっとこっちの方には来れないかもしれないんですけれども、回りますので、ぜひご協力をよろしくお願いします。カンパのスタッフの皆さん、袋をできるだけ分かりやすく掲げてください。お願いいたします。首都圏反原発連合は2012年の3月に首相官邸前で抗議を始めまして、今日で187回になります。振り返ればもう間もなく4年になりまして、続けたくて、決して好きでやっているわけではないのですけれども、この間に多くの人たちと一緒に声を上げてきて続けてきました。で、今毎週やっていてですね、2012年の夏、何十万人もの人が訪れたグミ坂を埋め尽くしたあの熱気は今はなくてですね、割と淡々に毎週、淡々と1時間半やっているんですけれども、今集まってくださる方たちは絶対に諦めない、続ける、来れる時は必ず来るという方たちと、それから、初めてなんですけれども一度来たかったんですと言っておっしゃる方たちもいて、どちらの声を聞いてもやはり私たちここで続けてきた意義があるというふうに感じますし、続けていかなくてはいけないと思っています。この永田町国会議事堂、それから霞が関界隈にはあの事故から5年経つというのに全く反省しないで、また責任を取ろうともしないで、空調の効いた快適なオフィスでぬくぬくと仕事をしている人たちがいます。たくさんいます。そういう人たちは苦しんでいる人たち、命の心配をする人たちのことを本当に何とも思っていないとしか思えなくて残念です。私たち一人一人の声は小さいんですけれども、集まれば大きな声になります。諦めないで続けましょう。よろしくお願いします。じゃあご協力お願いします。はい、よろしくお願いします。それでは、またスピーチに行きたいと思います。次に登場いただくのは、鎌田聡さんです。ね、原発反対をずっと生涯かけてやっております、やっていただいてます。鎌田さんよろしくお願いします。鎌田さん頑張って。
皆さん寒い中ご苦労様です。もう5年になります。5年経ってもまだ原発が動いていると言っても、動いているのは2基しか動いてないんです。これは厳然たる事実です。5年間経ってもなんとか再稼働したいと思ってもまだ2基しか動いてない。4基動いたけどどうですかこのざまは。稼働した途端にもう故障状態です。いかに無理な規制基準かってことですね。規制委員会がいかにデタラメかってことです。つまり免震重要棟を作ると言っておいて作らない、それでも稼働を認めている、そして稼働していてもうすでに事故になっている、こういう体たらくです。これが日本の原発のすべてを物語っています。彼らはとにかく再稼働したい、しかし再稼働できない。規制委員会が一生懸命規制を解除しながら稼働させようと思っても、肝心のメーカーが電力会社ができない、こういうふうな状態です。福島原発の事故は地震によってパイプが破断されたのか、それから本当に洪水の水が電源喪失をしたのか、それとも2つ複合したのか、まだはっきりしない。しかしとにかく焦っていても再稼働できない、これが日本の原発の状態です。そして再稼働したらどうなるか、また福島の現在この状態見てください。まだ十数万の人たちが路頭に迷っている、もう生業に戻れない、故郷に戻れない、こういう人たちを抱えながら安倍さんはまだ重要なエネルギー源であるということを言ってる。安全に留意して頑張っていくとか、あの人は何言ってるんですか。何にも考えてない。公言霊粛少なし人と言うけど、あの人は人がない、愛がない、モラルがない、見通しがない、論理もない、金はある。こういう政治家たちに私たちは振り回されている。しかし皆さん見てください。今まで事故前どれだけ大きな反対運動がありましたか。残念ながら1万人超えた反対運動はほんの数るしかなかった。本当に泣きたくなるほどなかったんです。しかしようやく私たちは原発と共に共存できないという真実をものにしたんです。これは絶対揺るがない。そしてじわじわと浸透している。そして今度の大津判決に反映してます。そしてその前の福井判決に反映する。裁判官も勇気を出すようになってきました。これまで裁判官たちは勇気を出せなかった。勇気を出すようになったのはなぜか、私たちのこういう毎日毎日の運動です。私たちがこういう世論を作ってきました。そしてこれから絶対廃炉にします。原発は絶対認めないというような運動を作ってきました。明日福島でオール福島の集会があります。私も行ってきます。先ほどは東京電力の前でも集会にちょっと行ってきました。東京電力はどうですか。何の責任も取ってない。彼らは何にも謝ってない。例えば日本航空は500何十人の御巣鷹山の事故を発生させた。これも安全無視、儲け主義だったけど、社長はどうしたか。一件一件被災者の被害者の家を回って謝って歩いてます。こういうふうな愛情と、え、何ですか。手回ってない。あ、じゃあ全部回ってないと言ってます。回ろうと気持ちもなかったかもしれないけど、しかし回ってるんですよ。全部回ったかどうかってちょっと言い過ぎでした。とにかく東電の社長は何件回りましたか。こういうふうなモラルがない、本当に私たち恥ずかしい。こういうふうな事態がどんどん進んできてます。そして明日福島で 5周年の集会が開きます。そしてそこから次の日押し出しをというのをやります。東京に向けて被災者の人たちが向かって歩いてきます。これは足尾銅山の皇族農民の今から100年前の運動を真似した方針です。皇族農民が東京に向かって洗顔デモをやってきました。
残念ながら川俣事件といいまして、渡良瀬川のところを渡れなかったんですけど、今度はまあ福島から全部歩くのは大変だから、まあキャラバンでやっていこう、その間を歩いてこようということをやってます。皆さん今被団連の運動もできてますし、刑事告発の訴訟も進んでます。それからこれからあらゆるところで運転阻止の仮処分が始まっていくでしょう。こういうふうに運動が少しずつ粘り強く地下に根を張った形で進んでます。これが国際的な運動につながってきます。私たちはとにかく諦めない、徹底的に頑張っていく、そして健全な国を子孫に渡していきたいと思っています。皆さんまだまだ頑張っていきましょう。明日も頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。また佐藤さんでした。それでは、次のスピーチの方は、福島原発国団副団長の佐藤和義さんです。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。今日は私たち福島原発事故の被害者被災者にとって特別な日であります。やはり3月10日になりますと心がざわめいてくる、皮膚感覚であの日のことを思い出してまいります。多くの人が、多くの被害者が、多くの被災者が本当にこの3月11日をどんな気持ちで迎えているでしょうか。私たち一人一人、そして首都圏のここで集まった皆さん方もそうじゃないでしょうか。今日は首都圏に避難している方も大勢いらしていると思います。私たちがあの5年前に福島原発の事故によって全てを失う、人々の関係も断ち切られる、ふるさとを失う、なりわいを失う、家族が分断され、取り返しのつかないことをされてしまった、それが5年前の福島原発事故であります。この償いを、この償いを誰がしているのか、東京電力がしているか、政府がしているか、原発推進の自民党がしているか、今は皆さんが答えたように誰一人として償いもしなければ責任も認めていない、それが実態なんです。どこが法治国家ですか。この日本が法治国家でもなければ何でもない、それが今の日本です。さらに保育園に落ちたというあのお母さんの悲惨なブログ、これは一体誰なんだなんていう心ないことを言って、テレビであんなこと言うのはおかしいなんていう国会議員がいますね。あのメガネの議員やろ。そうそう、だから鎌田さんも言いましたけど、私たち国訴団はまずですよ、この原発事故の責任が誰にあって、この原発事故がなぜ起きたのか、そしてそれを防ぐことができなかったのか、その責任を満点化に明らかにしていくために2012年に国訴告発を行ったわけでございます。ここにいる多くの皆さんが国訴人になってくださってるんじゃないかというふうに思っております。とうとう4年8ヶ月戦い抜いて、検察審査会の大きな力によって2月29日5日の 5人の検察官役の指定弁護人の方がついに東京地裁に勝俣元会長、竹黒元副社長、武藤元副社長、この3名を業務上過失致死傷でついに告訴しました。いよいよです。いよいよこの福島原発事故が回避、津波による電源喪失を回避できたにもかかわらず、その結果が予見できたにもかかわらず、1000億円かかるからやらない、そういう判断をした経営トップの責任を満点化に明らかにすることができます。
そうして本当に電源喪失に至った事故の事実はどうなのか、このことがこれから刑事訴訟によって明らかにされていくと思います。刑事裁判が事前の整理が少しかかるんじゃないかというふうに予想されておりますが、いずれにしても年内には公判廷が開かれると思います。私たちはこの戦い、地裁5年、高裁3年、最高裁2年、10年戦争だと思って戦っていきたいと思います。どうぞ皆さん、福島原発刑事訴訟支援団に加入してください。一緒に10年間戦って、誰が責任で、どうしてこんなことが起きたのかはっきりさせましょう。それが再稼働を止める道です。皆さん一緒に頑張りましょう。ちょっとさ、それで今鎌田さんも言いましたけど、あとまたあのお話がありますけれども、原発事故被害者は被害者団体連絡会というもの、被団連というものを作って、政府交渉、東電ともこれから粘り強く戦っていきますので、最後まで一緒に手を取り合って頑張りましょう。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。佐藤和義さんでした。福島原発国葬団の皆さん、本当に粘り強い戦いお疲れ様です。それでは、続きまして、神谷由紀子さん、お待たせしました。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。私は福島第一原発から 1.2 キロに住んでて、気の身気のまま逃げて、まあ港区にこの借り上げ住宅にいます。皆さん、 3.11 原発事故はまだ終わってないです。何にも解決してないです。私たちは今一番困ってることは、借り上げ住宅来年の3月で打ち切られるんですよ。なぜでしょうか。勝手に私たちの家も奪われたんですよ。私たちそれなりになんで家賃払わなくちゃならないでしょうか。こんな理屈な話ないと思います。そうですよね、皆さんね。そして今被災地の映像テレビで流れますよね、皆さん。あれは私は涙なくて見られないです。逃げてきた時つらかった、本当に地獄みたいな思いしたから、あの映像は見ることできないです。つらいです本当に。それももう5年です、東京に来て。ちょっと申し訳ない、時間ないから最後になりますけど、私を支えてくれたのは皆さんです。国会も東電も誰も信用できません。私の信用できるのはここにいる皆さんです。皆さんがいたからこそ支えられ励まされてここまで頑張ってくることができました。本当に心の底から皆さんに感謝します。本当にありがとうございました。皆さん、私たちみたいな辛い思いさせたくないので、最後の最後まで再稼働反対を戦い抜きましょう。気をつけてください。ありがとうございました。神谷由紀子さんでした、ね、映画首相官邸の前でですね、すごく印象的な、コメントをされております。それではですね、続きましては、ドイツから FOE ドイツ、会長のですねバイガンさん、よろしくお願いします。Ja, fangen wir an. An diesem Tag der Trauer überbringen wir die solidarischen Grüße der deutschen Anti-Atom-Bewegung. はい、あの今日本当はとても悲しい日なんですけども、我々はドイツから連帯の声を持ってきました。Das Reaktorunglück von Fukushima war dann nicht umsonst, und das Leid, welches dieses Unglück über die Menschen gebracht hat, wenn wir endlich aus der unglückseligen Atomkraft aussteigen.
福島の皆さんは大変な犠牲を払ってるわけなんですけども、その犠牲もですね、我々が世界中の原発を止めるっていうことができるならば、犠牲としての意味があるんですけれども。Wir haben nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima in Deutschland es endlich geschafft, dass der Deutsche Bundestag fast einstimmig den endgültigen Atomausstieg bis zum Jahr 2022 beschlossen hat. その意味では非常に逆説的なあれなんですけども、福島の事故のおかげで、ドイツでは2022年までに全ての原発のスイッチを切るという全会一致の議会決議をすることができました。Wir könnten noch rascher aussteigen, das heißt sofort, denn wir brauchen die in Deutschland noch laufenden 8 Atomkraftwerke nicht mehr, denn wir erzeugen wesentlich mehr Strom aus erneuerbaren Energien als aus Atomstrom. 本当はですね、現在はドイツでまだ8機稼働してますけども、本来ならばその8機も全て即スイッチを切っても大丈夫なんです。我々は再生可能エネルギーの電力によって全てを賄えるんです。Das heißt, wir können aus der Atomkraft aussteigen, dann, wenn die Regierungen das Engagement der Bürger für erneuerbare Energien unterstützen und wenn das Machtkartell der großen Stromkonzerne gebrochen wird. 我々市民の力で、いわゆる大きな電力会社の力を破ることができたらですね、もう即原発をなくしてもドイツではできますし、世界中で原発のエネルギーは全く必要ないということです。再生可能エネルギーだけで我々やっていけるんです。Wir müssen dies schaffen, denn ansonsten droht Leib und Leben, unsere Gesundheit, ein Opfer der Gewinninteressen der Konzerne zu sein. Und deshalb unterstützen wir auch Ihren Einsatz dagegen, dass letztendlich die verstrahlte Gegend wieder bewohnt wird.Gesundheit der Menschen muss Vorrang haben vor allem anderen. 人間の命の方がずっと大切です。人間の命、健康を守るために我々は世界中の原発をなくさなくてはいけません。で、そのために我々は皆さんとその連帯を確かめるために、連帯を示すために東京に来ました。これからも一緒に共闘していきましょう。ありがとうございました。ドイツから FOE ドイツの皆さんに、連帯のアピールをいただきました。ありがとうございました。はい、それではここでまたね、体を温めましょうということでコールをいきましょう。皆さん大丈夫、はい、じゃあちょっと寒くなったのでコールいきます。再稼働反対、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 高浜原発もう動かすな、高浜原発もう動かすな、高浜原発もう動かすな、やめろ、安倍も
守れ、原発やめて命を守れ、原発やめて命を守れ、安倍晋三から未来を守れ、安倍晋三から未来を守れ、安倍晋三から子供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 を守れ、yeah.
ったはい、お疲れ様でした。それでは、またスピーチ、いきたいと思います。次はシリーズの諏訪原武史さん、よろしくお願いします。え、皆さんこんばんは。シリーズ党市民連合をやっています諏訪原武史と申します。寒い中お疲れ様です。今日はですね、三沢さんから声をかけていただいてスピーチをする機会をもらったんですけど、実は僕これここで喋るのを何度も断ろうと思ったんですね。で、それなんでかっていうと、僕自身に語る言葉がないんじゃないかっていうのをすごく自分自身は思いました。で、震災があった時、僕の出身は鹿児島県の鹿屋市というところで、大隅半島っていう鹿児島の右側ですね、あそこで暮らしてたんですけど、当時高校3年生、大学にちょうど進学する前の時でした。で、震災が起こった時、僕何感じたかっていうと、何も感じてないんですよ。揺れがあったのにも気づかなくて、何が起こったのかも分からなくて、かえってテレビをつけたら、街が濁流に飲み込まれてる映像が何度も流れる。そして右下の方に日本列島が黄色だったり赤だったり、いろんな線で津波注意報が出されてる、警報が出されてる、そういう状況を見ても、これ僕何が起こってるんだっていうのを実感を持って理解することができなかった。で、そしてその後に、こうやって関東に出てきて、で、やっぱりいろんな機会に震災のことっていうのを聞いたりっていうことはあるんだけれども、何かそこで自分の体験としては実感を持てないまま、震災っていうのがずっとわからないまま、過ごしていました。そしてやっぱり今日までそういう中で僕は生きてきてしまったんですね。そういう意味で、そんな僕がここで今日喋っていいのかっていうのはすごく迷ったんですよ。でも、なんでここでこうやってあえて喋るかって、僕みたいな立場の人間がきちんと声を上げていかないといけないと思うんです。多分ほとんどの人にとって震災というものはもしかしたら身近でないままなのかもしれないと思うんですね。でも、そういう人がきちんと声を上げていかないと、みんなで生きてるんだからこの社会変わんないんですよ。僕だってずっと、僕の鹿児島ってところは仙台原発のお膝元みたいなところですけど、そこで当たり前みたいに電気使って、当たり前みたいに平穏な生活を送ってたんです。で、ある意味で関係なかったかもしれないけど、関係ないように見えて、実はそういう今こういう状況を作ってる構造に自分自身はすごく強くコミットしてしまってたんです。だからこそ僕自身がこうやって声を上げないといけない、こういうのを当たり前にしていかないと思って、今こうやってスピーチをさせていただきました。震災から5年経ちます。で、震災でもちろん多くの命、家族を失った人もいますし、家を失った人もいますし、なりわいを失った人もいる、あるいは人と人とのつながりといった心の拠り所になるようなことも、たくさん失われたかもしれません。そして仮設住宅で、暮らしている人、まだ未だに5万7千人以上いらっしゃいます。また避難生活を送る人は17万人以上に上ると言われています。先ほど神谷さんのお話の中でありましたけど、震災やっぱり未だに続いてるんですよね。で、この続いているって状況を、落ち出している一つの要因っていうのは、やっぱり原発事故の影響っていうのはすごく大きいと思います。そういう意味で、私は今明確に声を上げないといけないと思います。原子力発電の推進には反対です。なし崩し的に再稼働を進めることはありえません。そんなことは絶対に許されません。そのことを、僕みたいな立場にある人も当たり前に強く主張できるようにしていかないといけないんだと思います。で、エネルギー政策考えていっても、それぞれやっぱりメリットディメリットありますよ。それぞれ比べていったら、やっぱりいいとこも悪いこともあるのかもしれない。だとしたらですよ、だとしたら僕は人々の命だったり暮らしだったりっていうものをないがしろにするような発電の方式、そういうのに頼っては生きていたくはないです。というか、原発に頼って生きていく必要はないんです。僕らもっと充実した未来を勝ち取れます。エネルギー一つにしてもそういうことを作っていけるんです。だからこそ声をこれからも上げていきましょう。僕が知っていることは、震災について知っていることは、やっぱり人から伝え聞いたことでしかないのかもしれない。だけれども、僕は自分のできることとして一つ声を上げたいと思います。そしてぜひ皆さんの周りの人たちに、伝えてほしいんですね。ここで声を上げたりとか、あるいはいろんなところで原発反対だったり震災の復興支援というのをもっとしっかりやってくれって、そういうことを言うのっていうのは別におかしいことでも何でもないんです。今日ツイッター見てたらですよ、トレンドに偽善者っていうのが上がってたんですよ。僕は絶対許せないと思いました。いいじゃないですか、偽善と思われたっていいじゃないですか。他人のことを考えて、この社会のことを考えて、自分がいいと思うことをきちんと主張していきましょう。
そしてそういう社会を実現していきましょう。来年ここのこの場でまたあと 3.11 っていう日が来た時に、少しでも今の社会の現実が良くなっていると、僕はそういう実感を覚えて来年迎えたいです。だからこそもう一度言います、原発再稼働は僕は反対です。原発に頼らずにきちんと私たちの手で未来を作っていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。シールズの諏訪原さんでした。はい、それでは、続きました城南信用金庫の吉原さんです。吉原剛さん、よろしくお願いします。皆さんこんばんは。本当に反首都圏、首都圏反原発連合の皆さん、本当にこの毎週金曜日 3.11、 今日は本当に5年前の、大変な事件のことをですね、考えると胸が塞がる思いです。あの日もこんな寒い日だったなっていうふうに思い出します。そして 3.11 の大変な、津波地震の後にですね、原発事故をやってまいりました。この首都圏、東京神奈川を含め、関東全域や放射能汚染のですね、大きな恐怖の中で5000万人避難計画が実際に政府の手で立てられていたことをもうすっかりみんな忘れています。あの時のことを我々はどうして忘れちゃったんでしょうか。あの原発事故の時に、原発が爆発をしてですね、そして水がどんどんなくなっていて、あの水がなくなった時に放水車が必死になって、また自衛隊の方々も必死になって、消防車の方々が必死になって水を入れようとした。もしあれに水が入らなかったら関東全域は実は全滅していたんですよね。あれは命がけでみんなあの時は国民政府一丸となってやって、もうこんなことは金輪際やめようと言って、主義主張関係なしに右から左まで、右から左って私みんなお友達ですけれども、多くの方々があの必死の思いで止めようとしたあの思いをですね、私たちは忘れてしまったんでしょうか。高浜原発止めるのは当たり前です。国民の常識です。再稼働反対は国民の大多数の思いです。人間としての常識じゃありませんか。こんなことで、こんなことをですね、それにもかかわらず大変申し訳ありません、官房長官の方とそれから総理大臣が、政府の方針には変わりありません、なんでこの 3.11 のすぐ直前でああいう無神経なことを言ってくれるんでしょうか。私はですね、非常に残念に思いました。本当に国民の命や生命安全を考えているならば、もう一回真剣にこの安全でないという審判に対してもう一回考えてみますという発言がなんでないんだろうか。初めに稼働ありきではないですか。そしてその稼働がですね、私たちも企業ですけれども、私のお客様の中小企業の方々に聞いてみました。おかしいよね、こんだけの事故を起こした企業がいまだに何の咎めも受けずにですね、そして刑事罰も受けずに、あるいは賠償もちゃんとせずに、そして原因もちゃんと究明されていない危険なプラントを再稼働する、こんなことは企業の常識、経済の倫理から考えても明らかにおかしいです。このような非常識なことが政府が認めてて本当にいいのか。これは明らかにおかしい。これに対してですね、いろんな方々が、本当にいろんな方々が、共産党の方々も社民党の方々もいるし、シールドの方々もいるし、そして自民党の中でもですね、まあ自民党の中でもですよ、それからもっと自民党の亀井静香先生といえば、私はですね、どちらかというとすごい保守の方かと思っていたんですね。ところがこの憲政記念会館でこの間講演会があったんですよ。で亀井先生、私、聞きに来いというか行ったんですよ、ちゃんとパーティー券払って個人でですねそしたらですね、なんと私は原発再稼働反対だ、それから私は TPP も反対だ、あそうなんですか、私は集団的自衛権も反対なんだ、なんでですかって言ったんだ、私は元警察官僚だ、警察官僚ってのは国民の安全と命を守ることが最大なんだ、あそうなんだ、一本筋が通った方がいらっしゃいます。だって事故が起きたら警察の方だって自衛隊だって止められないんですよ。命を落としてあれを止めに行く人がどこにいるんでしょうか。まあ決死隊を組むということもありますけれども、無理です。そんな危険なものを再稼働してどうしようっていうんだ。そしてまたあの原発を動かした結果による核のゴミ、どこにも置く場所がありません。じゃあこういうことをですね、再稼働しようとしている、まあ例えば財界と言われるか大手銀行という方々、私友人いっぱいいます、聞きました、なんでですか、
そしたら大手の銀行の幹部の方に言いました。だって設備あるのもったいないじゃないか、だけど浜岡はダメだ、だけど島根や九州はいいんじゃないかって言ったんですよ。危険だってことを知っててそういうことを言う、これは全くがっかりしました。このようなひどい論理なんですよね。それからこれから原発はいろんな技術革新があるんだが、ここで止めるわけにいかないんだ、だから稼働する、おかしいですよね。だったら技術革新があるならばそこから考えればいいことだって、今再稼働することはタイミングではありません。まあ、そういったようなことを考えてですね、実は原発を動かすことは日本経済にとって非常にマイナスなんです。ものすごいマイナスなんです。これをですね知らなければいけません。ですから丸の内のビジネスマンや経営者や多くの方々にもっともっと、本当は知ってるんですよ。でももっともっとこういう考え方、原発止めれば新しいエネルギーがどんどんできて自然エネルギーなんて無限にあるんです。皆さんこれだけ覚えてください。日本の農地にソーラーパネルをちょっと貼ってやるだけで農産物の収穫量は2割から3割アップするんです。で、原電機はですねどのくらいできるか、なんと原発700基分もできるんですよ。これだけで皆さん、原発700基分ってのは日本の電力需要の5倍です。すごいですよね。簡単なことなんです。このようにしていけばですね原発なんかもう全然いらない、常識ですね。ぜひ皆さん、これからも一緒に、原発を再稼働阻止に取り組んでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。城南信用金庫の吉原剛さんでした。ね、脱原発を表明している金庫ということでね、お金を預けるところは大事ですね。城南信用金庫をね、預けましょうということで、原発をね、応援する企業にはね、預けてはいけません。はい、今日はですね、今日の、第187回目の、再稼働反対首相官邸前抗議、6000人の参加者で、今日は抗議を行いました。皆さんありがとうございました。お疲れ様でした。それではですね、スピーチも残り少なくなってきましたが、5年前のこの日、総理として、原発事故の収束に、その大変な思いをして当たられました。この方が総理でなかったら、もしかしたらもっと被害は大きかったかもしれないと私は思っております。菅直人さん、よろしくお願いします。菅さん、頑張れ。ちょっと風邪気味なんです。だから今日は小さな声でちょっと話をさせていただきますから、ボリューム上げてください。いや、5年前のことを思い出して今も言われました。もっと早くちゃんと情報を出して、危ない方向に逃げなくていいようにしてくださった、してくれればよかったのに。いろんな思いがあります。あえてこの場で言い訳はもういたしませんが、そういった面で、大変申し訳ないこともあったということははっきり申し上げておきたいと思います。あの日14時46分に地震が起きて、わずか1時間後です、原発について福島第一が全電源が喪失し冷却機能が全部停止した。私はこの報告を聞いたときに、本当に今でも思い出すとですね、背筋が寒くなります。そして実際にそれからわずか3時間後ですよ、なんかもっと後の方だったようなことをいろんな人が言って混乱させましたけど、その日の11日のその日の午後6時には1号機はメルトダウンを始めて、夜の10時には圧力容器から穴が開いて溶けた燃料が格納容器の底に溜まり始めてたんです。もしこれが外に出てたらどうなってたか、まさに今日私たち皆さん方も含めてですね、この東京にこの場所にいることができなかった。じゃあ3号機はその2日後にメルトダウン、2号機はそのもう1日後にメルトダウン、4号機はこれは燃料は空でしたけれども、その空にした燃料が使用済み燃料プールにほかほかで溜められていて、どんどん水が1日8トン蒸発してたんですよ。そのまま行ったらプールの中でメルトダウン、いずれにしてもメルトダウンしたですね、溶けた核燃料が外に出たら、近づいたら何ミリ、何マイクロシーベルトじゃないですよ、
何ミリシーベルトでもないですよ。今2号機の中に入ったら70シーベルト、5分いたら間違いなくあの世に行きます。今でもあの中はそれだけの強さなんです。つまり外に出てたら福島第一原発どころか第二原発の12キロ先も誰も近寄れなくなる。そうなったらまさに250キロ圏の5000万の人たちが住んでいるこの東京を含む町がですね、何年戻ってくるのにかかるでしょう。チェルノブイリが今30年、先日行ってきましたけども、30キロ圏は許可がなければ誰も入りません。30年間あるいは40年間50年間日本の面積の3分の1、人口の 40% が逃げ出さなきゃいけなくなった、本当に紙一重の瀬戸際の事故が私たち皆さん方目の前であったんですよね。みんな知ってるはずですよね。それなのになぜ再稼働してやろうとするんでしょうか。まともな神経とはとても私は思えないと思うんです。今だけ起きればいい、大体ですね、私も分かるんです。30代40代50代ってない、まあ、ある意味で仕事盛りだからなんとか出世しよう、なんとか金を儲けよう、大体60過ぎて70、80になるとですね、亀井静香さんみたいにまた純粋になって、やっぱり孫のことを考えなきゃいかんよな、小泉さんも純粋になってそうなるわけですよ。つまり目の前だけのことを考えてる人が再稼働をやろうやろうと言ってんじゃないですか皆さん。しかし私はこの半原連の皆さん、この頑張りがですねスタートだったと思いますよ。私も官邸の中で今日もなんかやってるなと、ちょっぴり当時はなんかなんとなく耳が痒かったですけども、まあ、しかしいろんなお付き合いをさせてもらって今日に来ました。その動きがですね今回の大津の裁判すごいじゃないですか、ね、え動いてる原発を差し止めて止めたんですよ。私はねその背景にはこの運動があるから、全国の運動があるから、裁判官だって人の子ですよ。やっぱりね考えるんですよ。俺たちも子供たちや孫たちのことを考えたら、こんなことでとほっといていいか、そういう思いを持った裁判官が間違いなく増えてきてると私は思うんですよ。最後に今日はドイツからもフレンズオブアースの皆さんが来られてます。世界は原発でもないんです。今や化石燃料からも脱皮しようとしてるんですよ。再生可能エネルギー、今吉原さんも言われました、私若干数字で言うとですね、地球上に降り注ぐ太陽のエネルギーの中で人間が使ってるエネルギーをの何倍降り注いでるか知ってますか皆さん。人間が全部で使ってるエネルギーのなんと1万倍が降り注いでるんですよ。地球には1万分の1をちゃんと使えるようにしたら化石燃料ももちろん原発もいらない、そしてそれぞれの国それぞれの地域がエネルギー自給ができればエネルギーを取り合う戦争もなくなってくる。どうかそういう社会を皆さんと一緒に作ろうじゃありませんか。どうもありがとうございました。ありがとうございました、元、内閣総理大臣菅直人さんでした。ありがとうございました。それではですね、いよいよ、終盤になりましたこの講義、いつもですねこの半原連の大講堂では最後締めていただいてます。ラッパーの敦さんです。 ATS 敦よろしくお願いします。いやいや、さあ私たちは私たちの本当の春を迎えに行こう。 Go go Yo yo No news 原発はいらない、さあ声を上げろ、スプレーコール Go go、oh. スプレーコール Go goThank you.
りかつべき、それぞれの街から持ち寄り集まる想い、軽めのつぶやき、ただ道目指す声